ここはダルイたち第一部隊が陣取っている海岸線です。感知班によると、ここに向かって敵が接近しているとの連絡がありましたが、まだ距離はあるようです。キツチ殿が率いる第二部隊には、雷の国生誕に布陣してもらっています。彼らには地中より迫っている敵兵の殲滅を指示しています。大量の敵を相手することになるとは思いますが、第二部隊の戦力なら問題ないでしょう。下の国に布陣しているのは畑かかし率いる第三部隊です。現段階では大きな動きはないようですが、戦いに備え準備は進めさせています。第五部隊三船殿のもとに、あの三将軍の半蔵が接近していると連絡がありました。数ある江戸天聖の忍びの中でも半蔵は別格、かなり激しい戦いになると予想されます。さすがは半蔵殿。三船、なぜお前が忍びにつく？時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないな。もはや忠を尽くす主なき侍が忍びに組するとは、それでも侍か？忍びに組したわけではない。我らが忠を尽くすのは遥か昔より同じ。ただ一つ、和でござる。和だと？和に忠を尽くし、己の信念のもと動く。何を言うかと思えば、和だ忠だ、そんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない。結局のところどちらが残るか、それが重要。勝った方が己の正しきを証明できる。勝ち負けで判断することに意味はない。大切なのは意志、己が内に秘める信念。いくらでも吠えるがいい。この先10年100年と話そうとも、わしと貴様の意見が交わることはない。正しきは一つ、己が抱きし心のみ。ならば今ここにお見せしよう、三船が内にある心、信念の強さを。戦闘開始。行くぞ。時代を超える侍が、わしに恐怖しろ。そしておののけ。無駄口不要。我が信念は折れることはない。生倉ではこのわしを切ることなどできぬ。果たして生倉かどうか、その目で確かめるといい。ここまでわしの動きを見切るとは、やるな。貴殿とはかつて戦ったことがある。その時の経験があるからこそだ。ほう、かつてのわしを相手に生き残った者、それが三船、お前だった、お前の考えは甘い。信念があろうが、死ねば何も残らぬ。この力、誤った道に使ってしまったな、半蔵殿。中立を決め込んだ逃げ押しの割にやりよう。貴殿は何も見えていない。何も気づいていない。だから拙者に敗れ。何なのだ一体。わしに何が見えてない。勝負あり。戦闘開始。時
代遅れの侍がわしに恐怖し、そしておののけ。無駄口不要。我が信念は折れることはない。ここまでわしの動きを見切るとはやるな。貴殿とはかつて戦ったことがある。その時の経験あるからこそ。ほう、かつてのわしを相手に生き残った者、それが御船、お前だったか。生倉ではこのわしを斬ることなどできぬ。果たして生倉かどうか、その目で確かめるといい。中立を決め込んだ逃げ押しの割にやりよう。貴殿は何も見えていない。何も気づいていない。だから拙者に敗れる。何なのだ一体。わしに何が見えてないというのだ。元々の力の差は切迫。勝敗を決したのは信念の差でござる。わしの負けか。わしの信念を捨てぬこと、それはかつて貴殿にもあった確かな心。それをなくしてしまった貴殿に拙者を斬ることはできぬ。信念、心か。かつてのわしも持ち合わせていたもの、今のわしには持ち合わせぬもの。そしてお前が常に抱いているもの、それがこの勝負を分けたか。見事。相手はあの半蔵。御船殿。三船殿の第五部隊からの連絡、無事半蔵の撃破に成功したとのこと。やってくれたか。三船ならば失敗はないだろうと思っていたが、その通りだったな。だな。よし、戦況は忍び連合が一歩リードだ。
近く。他の戦場からも連絡が入ったぞ。キツジ殿率いる第二部隊が敵の殲滅に成功した。すでに次の行動に移っている。そうか。合わせてこちらからも連絡だ。第三部隊のもとに近づいていた敵兵がもう彼らの目の前まで迫っている。戦いが始まるぞ。カカシ、頼むぞ。持ち場に着いたようだぞ、カカシ。ああ。敵はどこまで近づいてるんですか？それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、さくらさん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リサ。カカシ、感知忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、9時の方向をカバーしつつ万事の陣を基本としろ。霧と、それにこれは霊気ですか？カカシ先生、これって。ああ、まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザブさん。うん、お前がいるということはあの子もいるんだろう。お久しぶりです、カカシさん。鬼人とヒョウトンの子か。戦うことになるのは分かっていたが、まさかお前だとはな、カカシ。あの橋の上でとどめを食らって俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくと、ハクと同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。ここは現実の世界。もうお前たちの来る場所じゃないのさ。ザブザ、ハク。おお、大きくなったな。カカシの部下のくのいち、あの小僧は元気にしてるか？え？うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人形。お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう。そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ。ザブさん。カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだった。けれどこうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザは君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん。あの時俺は初めて負けた。カカシ、
容赦するな。俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ。ザブザさん、ありがとう。メガ。来るぞ。戦闘開始。相変わらず強烈な殺気を発するやつだ、ザブザ。こんなところであの二人と再会するなんて、ナルトが知ったらなんて言うかな。まさかここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ忍び型の死人種の前任者たちだ。ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら
う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて括弧撃破を狙った方が確実じゃ。多少の無理は承知だ。だがここで時間をかける。さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい。七人衆、なかなかの相手だ。だが、俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。息を合わせて。雷刀牙の使い手、ジンゴ雨指だ。奴の雷撃には気をつけろ。雷を扱う忍びですか。動きと効果範囲に気をつけないといけませんね。そいつは宝月満月。七人衆の中でも特に危険な男だ。この感じ、ただものじゃないか。ムナシ陣八は爆刀しぶきを使う。不用意に飛び込むなよ。あの刀、爆発の術式が書いてある。爆発に注意しろってことね。あの爆発力、とんでもないわね。強引に近づくのは適策じゃないけど、やるしかない。アケビの人人に気をつけろ。本当カブト割りはどんなガードも叩き潰すぞ。なかなかのやり手のようだ。これは注意せねば。クリアラレキシマルには注意しろ。不用意に近づくと消灯の湯張りの餌食だ。変わった武器を持っているようですね。だが注意は怠るな。なぜこいつは刀を持っていない。こちらを油断させる作戦か。
激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は…加賀先生、ザブザ、待ってろ。そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺の受け取ったよ、ザブザ。ハク、お前たちとあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ今のナルトはあるんだ。あの時のお前は迷っていた。だがその迷いこそお前が人である証だった。お前もハクも人間として死んだ。もうこの世にいていい存在じゃないんだよ。この子ごと俺を切るつもりか。どうしてだ。なぜついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない道具ってやつだ。貴様らのような平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。仲間だなんだ、そんなことを言っている段階でアマちゃんなんだよ。よくよくいい拾い物をしたもんだ。最後の最後まで俺を守る素晴らしい道具だったぜ。ザブザ、本当にお前はそう思っているのか。ハクは俺にとっちゃ道具の一つに過ぎねえ。俺のために戦い、俺のために散る、俺のためだけの道具だ。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。最後だ、最後だ、大剣、将来心。
こんな戦いはなしにしよう。お前らの死に様と涙はできるならお前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど俺あいつら好きだった。俺もだよ。先生、江戸転生、この術は許せない。まあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のかかし、これより通りな通り暴れる。この戦場、俺の予想ならそろそろ。現地の情報部隊から連絡。カカシ率いる第三部隊が江戸天聖の忍びを相手に奮戦、攻勢に転じ敵の殲滅に近づいているようです。よし、やるな。さすがは畑カカシといったところか。まあ当然だな、あいつなら。第二部隊、第三部隊、そして第五部隊の戦闘はほぼ完了したと言っていいでしょう。どの戦場も我々忍び連合が勝利を収めています。思いのほか順調だな。ああ、逆に違和感を覚えるほどにな。奴ら暁はまだ奥の手を残していると考えた方がいいでしょうね。うん、次に動くとしたらダルイ率いる第一部隊が守る海岸線か、それとも砂漠地帯に陣取る第四部隊か。いずれにせよ夜が近くなっている。おそらくは次の衝突が今日の最後の一戦になる。頼むぞみんな。
第三分隊は怪我人を連れて後方に下がれ。第五分隊は第三分隊の援護だ。敵を近づけるな。はい。第七章、死闘の海岸線。緊急報告。二次の砲撃、銀閣と銀閣の攻撃により第六分隊が全滅の危機です。銀閣と銀閣、あの滞在人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第六分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第一分隊が相手をする。行くぞ。金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。はい。あんたはダルイ隊長、そいつは暁のカクズです。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。貴様と俺とでは戦闘経験に差がありすぎる。お前は今日ここで命を落とすことになる。傷をつけようが俺は倒れん。金銀兄弟の攻撃により勝者多数。お前の強さは認めてよ。このままでは。だがここまでだ。くそ、こっちは急いでるってのに。間に合ってくれ。しかし随分と異様な風貌をしてやがるな。まあ、いや広い。一気に距離を詰めて叩くしかないか。Thank you.
んたはここで終わりだ。だが思ったより時間を食った。次はあいつらを止めねえと。ダルイ隊長、本部から連絡です。琥珀の城兵が送られるようです。琥珀の城兵？そうか、助かった。これであいつらを封じることができる。撤退中の第6分隊が近隣城代の追撃にあった模様。このままでは。クソ、何やってくれ。第6分隊に合流成功です。このまま撤退させます。よし、あとは金閣銀閣の相手だ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の、やるぞ銀。およ金。おいおい、強すぎだろ。この状況を打開するにはどうすれば。必死に戦ったところで弱者は弱者、その差は埋まらねえ。やるぞ銀閣。おうよ金閣。俺たちはあの金銀兄弟だぞ。時代は進んでる。金と銀が光っていたのももう前の時代なんすよ。このまま勝負を決めるぞ。ここまで抵抗するとはな。やるぞ銀閣。おうよ金閣。Oh!
やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な大戦、これからを大戦。おいおい、強すぎだろ。この状況を打開するにはどうすれば。これほど弱い雲隠れに未来はない。やるぞ銀閣。そうよ金閣。もう前の時代なんすよ。やるぞ銀閣。おうよ金閣。ここまで抵抗するとはな。こんな三下堂野郎が。ダルイ隊長。よし、あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しまっ。持っているものの呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちがこんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ、金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。よし、金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。
うわどうした？海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か？現地からも連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする？すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだ。ええ、この機を逃してはありませんからね。もう少しでここの海岸線を抑えることができる。頼むぞ、みんな。金閣銀閣を抑えるまではうまくいったが、まだまだ敵の数が多い。白いやつはまだいい。江戸転生された忍びが厄介だ。奴らをどうにかしないと。正気は。すまん、待たせた。キツさん、ここの戦いが最も激しいと連絡を受けた。第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ。他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ。正直助かります。どうした？動きが遅いぞ、長次。なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ。覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。分かってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ。容赦はいらん。でも無理だよ。僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ、長次。ダメだ、長次のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、体が勝手に来るぞ。戦闘開始。しかも分かったぞ。全力であんたを止める。強くなったな、しかも今あんたのおかげだ。ダメだ、僕にはできっこないよ。アスマ先生を相手に戦うことなんてできない。長次、俺たちはもう守られるガキじゃねえはずだろ。今は守る側だ。アスマに己の子を殺させる気か。優しさを吐き違えるな。私たちはアスマ先生と一緒に10班として多くの任務をこなしてきた。だからあんたの気持ちもわかる。私だってこんな戦いは嫌よ。ダメだ、僕にはできっこないよ。でもアスマ先生を知り尽くした私たちだからこそ、忍び連合のリスクを最小限にして止められる。Oh!
終わりにしようぜアスマ。僕は俺が守ってる。だから安心してくれ。そこがてめえの墓穴だ。勝負あり。ダメだ、この程度じゃまだ封印することはできねえ。やるな、と言いたいとこだが。くそ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。ジョージ、僕はお前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を履き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持て。なんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。ジョージ。さあジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我ここに誓う。秋道十六代目当主として十五代目より託されし誓いを十七代目へと成りゆくわらべへと託す。我秋道長次は山中奈良両一族を守り、木の葉を守るため、いざさなぎから蝶へと羽ばたかん。長次。そうだ長次、その顔だ。サナギの殻が思ったより硬かったか。さて、こっからは飛べるな。もちろん。やるぞ、いいな。来い。戦闘開始。アスマ先生は僕が止める。ヒノ、俺たちは長次のフォローだ。分かってる。
ョージ、すごい。このまま勝負を決めるぞ、ジョージ。その調子だ、ジョージ。本当に強くなったよ。分かってる。神殿分身の術。影縫いの術。これではかわしようがない。ナイスだ。その顔だ。それさえありゃ、お前は誰よりも強い神秘だ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。お別れだな、アスマ。シカマル、イノ、そしてジョージ、お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ、アスマ先生。よく頑張ったな。行こう、二人とも。ジョージ、僕がこの戦場を終わらせる。だからシカマル、イノ、協力頼むよ。ああ、ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。報告。海岸線の戦いにおいて
忍び連合軍が奮闘。各部隊の協力もあり、敵数が大幅に減少しています。よし、どうなることかと思ったが、海岸線もこのまま忍び連合はもらったな。これで1日目は終わりだ。すぐに2日目の作戦を考えねばな。第4を除く全ての部隊が勝利を収めたとはいえ、敵はどんな切り札を持っているかわからない。2日目も今日同様、慎重に。なんだと。ん、どうした、井之内。緊急連絡だ。海岸線に念をした忍びが出現。それにより戦場が大きく動揺している模様。念をした忍びだと。まさか内葉まだらか。その可能性が高いでしょう。頭自ら動いてきたか。戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか。警戒が最も緩む瞬間を狙って。内葉まだら、なぜ今になって現れた。気をつけろ、みんな。